もうなんで既読なのにメール返してくんないの。はい、くねちゃん。のぞみショップ TV へようこそ。今回はですね、そのいつもみんながねやってる、日本で流行ってる LINE のスタンプを作ろうと思います。早速どういう風に作るかって言いますと、僕調べました。実はその LINE っていうのはですね、 LINE のその会社が運営しているそういうサイトに登録をして、そこで自分が書いたものをそこにアップをして、そして審査に通ったら実際にその LINE のスタンプっていうものが世に出ます。その LINE のスタンプをそのユーザー、お客さんがそれを100円かな、100円で買って、その半分は LINE の会社に行って、その半分はその作った人のところに行くという。で、実際なんか LINE でそのスタンプでもすでに生活ができているっていう人がもういるらしくて、そういうデザイナーさんとか、そういうね、イラストレーターさんがちゃんとその職業としてもうどん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 広まっていくような、そんな社会を僕は作っていきたいなと。何様だぞお前はと。お前誰だと。お前ただ LINE スタンプ作るだけじゃないかということなんですけども、はい、実際にやってみてみましょう。これが LINE の、クリエイターズマーケットっていう登録をしてからそこで作ります。実際に登録をしてみましょう。で、実際にマイページっていうところを実際に作ります。そしてそのスタンプなんですけども、そのスタンプを今度は作ります。このスタンプの画像を開いてみましょう。スタンプはこうやってメインタブ010203040506、 LINE のスタンプを作るときに多分40個の画像を入れていきます。僕が今回作るのは心を持ったロボットの心を持ったスタンプという、心うるさいんですけど、心を持ったスタンプをちょっと作りたいと思います。僕が使うのはこのこちらのソフト、 Photoshop CS6.0、 このソフトで、実際に LINE のアイコンを作っていきましょう。この LINE のカンバスサイズは、ピクセルで370×320、まあセンチで言うと3センチと2センチですね。まあちょうどあの iPhone とかそういう LINE のね、あのスタンプの方ほぼ同じ大きさですね。で、実際このここに書いてみましょう。僕が今回使うのはこのペンタブレット、ワコムのペンタブレットモデル CTL480 っていう型番のものでやります。これ僕が結構使って愛用しているペンタブレットですね。で、これを実際に書いてみます。普通にこういうような形で、これあんま笑ってるようには見えないな。まずこれは下書きですね。で、ここからここからレイヤーをまた増やして、今度は色鉛筆っぽいね感じで、この影ちょっと立体っぽく見せるためにね、影を追加させます。そしてこの土ですね、土の部分は緑を選んで、緑でこの上路の青い感じのね、
やつを入れて、灰色を薄い感じにして、お、ちょっと、そうするとね、白よりね、ちょっと、ね、可愛い感じだね。ここは出来上がりとして、赤いのほっぺにちょちょっとやると、なんとできました。もうすでに心を持ったロボットの心を持ったスタンプ見てください。これロボット水あげて笑ってます。で、リングで保存しました。アップロード。いけ、来ました、できました。 LINE のスタンプ1個完了です。これが多分全部登録をし終わったら最後多分リクエストっていうのが、はい、ということでですね、実際に LINE のアイコンを作ってみました。まあ実際自分もですね、心を持ったロボットの心を持ったスタンプをどんどん作っていくんですけれども、まだ1個しかできてないんでね、実際にこの LINE スタンプっていうのは、クリエイターさんだったりイラストレーターさんだったり、いろいろ作る方はいらっしゃると思うんですけれども、実際に使う人って、一般の方が、まあ、LINE のスタンプをすごいたくさん使うと思いますので、まあ、皆さんでもぜひぜひ絵をちょっと描いてね、挑戦してみてください。それでは初めての LINE スタンプ作りでした。ありがとうございました。ぜひまた明日も見てください。今日真面目だったね。